はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしんです。今日は YouTube のチャンネル登録の仕方と、あとは僕がよく言う動画説明欄とか動画概要欄を見てねとかっていう時あるじゃないですか。それの見方ですね。それを説明したいと思います。では早速いってみます。はい、ではね、説明していきます。今日はね、僕の動画を使って説明していきますね。この間撮った榊の作り方っていうね動画です。これまあこうやって皆さんこうやって見てるじゃないですか。そしたらこれを、まあ、一回止めますよ。止めなくても大丈夫ですからね。こう横にします。そしてこれをこうちょっと上げると、ここにね、うっすらとほらチャンネル登録って書いてあるの見えます？ここに。これね、今ね、僕のチャンネルなんで、これがこういう風になってます。これ赤い字になってます。ここをポンとクリックすると、もうチャンネル登録をする画面に行きます。そしてこれをね、こう縦にしてあげて、で、ここにね、小さい矢印があるの見えますか？ここに。見るかな？ここのところに小さい矢印ありますよね。この矢印を、こうクリックするとね、下にこう、ダーッと、いろんなものが出てきましたね。これ、ほら、こうやってね、いろいろと出てきました、情報が。これが動画説明欄っていうやつです。要するに、さっきのこの動画の端にある、小さい矢印があるんですけど、これですね。ここにある矢印ですね。この矢印をタッチすることによって、これが出たり、こういうふうに見えますね。そして、ここの動画説明欄の中から、いろいろと、ここ見てね、とかって言ったときには、ここにいろいろと情報が書いてあるわけです。いいですか？こっからもチャンネル登録できます。ほら、ここチャンネル登録は下のリンクよりお願いしますって書いてありますね。青くなってます。青いとこをポンとタッチすると、あのね、画面がね、飛ぶんです。で、ここに、こういう画面になって、チャンネル登録をする画面になるんですけど、今僕のチャンネルなんでこうなりませんけど、なります。このように、チャンネル登録をしてください。これがチャンネル登録の仕方です。はい。でね、今ね、僕が説明したのは、チャンネル登録の仕方と動画説明欄の見方なんですけれども、このチャンネル登録の仕方で、多分ね、これをやった時に、アカウントを取得で知ってくださいみたいな感じの文言が出てきてしまう場合があるんです。そこのとこですよね、皆さんね。Google アカウントを持ってないと、チャンネル登録ができないんです。でね、Google アカウントを持ってないとチャンネル登録ができませんとかって言うと、そんな難しいのできないと思っちゃうじゃないですか。これね、すごく簡単なんで、やってみてください。僕の今言った通りに、動画説明欄、この動画のね、動画説明欄に、Google のアカウント取得の今の青く出てたところをクリックするんだよって言ったじゃないですか。そういうのを入れときます。で、そこをクリックしたら、ここに名前を書いてくださいとかって、名前とか住所とか書いてくださいっていうのがずっと出るんですよ。それを登録してもらうと、それでもう全部 Google 登録というのができて、これね、 YouTube にそのいいねができて、いいねというか、この YouTube のチャンネル登録がね、できるとか、YouTube にコメントができるとか、まあそういうだけでなく、Gmail が使えたりとか、Google のいろんなね、この、今ね、Google っていろんなサービスがあるんですよ。で、これね、Google 登録しても、無料なんで、実際に、特にこう、皆さんがね、その Google 登録をしたことによって、損することって一切ないんですよ。だから、ぜひね、これはしといてください。簡単にできますので、だから、この動画の動画説明欄、さっきね、動画説明欄の出し方は、右側にある小さい矢印を押すんだよって言いましたよね。それを押して、その下に出るところから、もしね、その、
Google アカウントを持ってない人はそれをやってください。そうするとね、Gmail っていうね、よくみんな Gmail、Gmail って言うじゃないですか。Gmail っていうメールアドレスも使えるし、とってもいいと思います。でね、あの、Gmail のアドレス名を入れてくださいみたいなのが出てくるんですけど、そこはね、まあ、自分のフルネームでもいいですし、ニックネームでもいいですし、で、前に多分他の人がそれを使ってた場合は、これは使えませんっていうふうに出てくるんですけど、そしたら、例えばちょっとね、あの、アルファベットとかを、自分の好きなアルファベットとか数字とかを入れれば、多分それです、登録することができるんで、ぜひやってみてください。これがチャンネル登録の仕方でした。まあ僕ね、変な話、すごくこうコンピューター音痴なんですよ。その僕がここまで、できたんですから、絶対に皆さんも簡単にできるはずなんです、これは。なので、よくね、みんなこれ説明してる人って、もう本当にこう、分かってて言ってる人が多いんですよ。でもね、僕なんかみたいに、分かんないで一からやってきて、YouTube もそうなんですけど、もう見よう見まねでずっとやってきて、やっとね、やっとなんかこういう理解できた。やっと理解できたってところを乗り越えて、やっとここまで来てるんで、ものすごく遠回りしてますけど、僕も遠回りしてるんで、皆さんも遠回りしてる人がいらっしゃいましたら、一緒なんで、一緒にこう、成長していきましょう。では、またね、これからどん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 、時代も変わっていきますけど、僕もまあ、スローペースでこうどんどん自分なりに覚えていくことを皆さんにお教えすることもこういう時があると思いますのでね、お花関係以外でも、だからもう本当にこう僕結構ね、この YouTube でコンピューターを教えてる人たちって分かってて本当に言ってる人が多いんで、よくもう長けてる人が多いんですよ。で、僕みたいに長けてない人がこういうことやるのもおこがましいんですけど、でもね、本当に長けてない人は長けてない人から教わった方がいいと思うんで、ぜひみんなで一緒に登っていきましょう。フラワーアーティストシンでした。コンピューターを教えるフラワーアーティストシンでした。では皆さんチャンネル登録をお願いします。失礼します。